小菅城は、備中国江原里、現在の岡山県茨市西江原町が山にあった、日本の城。鎌倉時代に、江原那須氏が居城とした。那須与一は、八島の戦いにおいて、扇の的を言い落とした功の恩賞として、備中国江原里を与えられたとされる。与一は、江原里に入ることなく、山城国で亡くなり、代わりに、弟の那須宗春が下校して、 小菅城を築城したと伝わる。宗春は小菅城を築城した後本願である下谷国に戻ったが、那須来助の三南朝氏が小菅城に入って江原三郎朝氏と名乗り、以後江原那須氏の居城とした。茨城、青野町1705には、指定有形文化財の伝那須一族の墓があり、宝京院島と五輪島が残されている。後に、 ナスヒロタカの次男光ツが中堀城を築き、ヒロタカの長男死体もそちらへ移ると、小菅城は廃城となったという。現在では、小菅城市の石踏みが置かれているものの、祖石なども見当たらず木が生い茂るばかりとなっている。小菅城市茨城公式 HP、ハット AB、石像美術マイナス伝ナス一族の墓、茨城文化財センター古代マホロバ館。 公式 HP ハット城郭放浪機微中小菅城2020年6月21日閲覧小菅城市茨城市観光協会2020年6月21日閲覧ありがとうございます